こんにちは、速稼塾の久保です。まあ吉谷さん、さすがですね。まあシーズン2という考え方、私が言っときながらね、確かになと思わせるものがあります。まあ家族がなかった頃は顧客ナンバーワン主義だったんですけども、まあ今はそうじゃなくてね、乱暴な言い方すると顧客やね、ビジネスってのは手段にしか過ぎないとも言えますね。多分多くの方がそうなんですけども、何かの目的を達成するために人脈や能力やもしかしたら資格、それからお金が必要なんですよね。いつの間にかその手段が目的化しちゃうんですよね。でも最初はね、その手段を目的にするのはしょうがないかと思うんですよ。なんか将来のために大学受験にかけたりとかね、将来のために何がしかの能力を磨いたりとかあると思うんですよ。でビジネスを徹底的にやり込んだ時期も結局そのお金を目的としたわけですし、お金は目的でもあったんだけども、そのものが手段であってね、じゃあ今その目的を達成した、その家族と暮らすっていうものをね達成した時には、私全てのものがやっぱり手段だったなってことにも気づきますし、これから取り組む全てのものが多分手段なんだろうなと思いますね。まあ時にね、その変化っていうんですかね、家族ですら手段にして自分の目的に旅立っていくっていう人もこれまたいるんですよね。だから家族があり子供がいたのに、それを捨ててね、より自分の人生を選んでいくっていうのもまたあるんですよね。これはね、かなり大きな決断であったりとか、どこかで家族が負担になってくるってことで、まあない選択ではないですね、確かにね。でそういう意味で言うと、吉田さんが R34 ですら何かの手段にすると、確か目的だった時期はあったと思うんですけども、まあフェーズが変わり、鹿児島に行くっていうのも一つの、なんかね、決断であり、何でしょうね。いやなんかね、この言葉にしていいのかなと思うんですけども、まあ例えばという前置きにしましょうか。例えば家族がいて子供がいる人がビジネスで一山当てて別の土地で自分でやっていこうと思った時に、まあ、家族を置いてね、そっちの方に行って、なんかその暮らしを続けていき、で家族が置いてったのになぜか車を持って行ってその車は売るというね、その決断もあると。なんかそのビジネスに骨を詰めるってのは、よくね、女房を質に入れるって言い方しましたけども、昔は質に入れないまでも、やっぱ自分の人生ですからね。まあいろいろと思うところの多い動画でしたね、前回は。やっぱりね、最も大切なものより大切なものが見つかって、まあ、シーズンが変わるのかなってことですよね。まあやっぱね、これ前回自分で言っときながらね、だからシーズンっていうのは大切な人がいなくなる、もしくは大切な人とお別れして新しい旅に出るっていうところで、大体第一部完とかになるわけですからね。まあまさに男坂じゃないですか、それは。あ、知ってますかね、男坂。俺はこの道を登るだけだぜ、この男坂をよ、みたいな感じでね、車田正美先生の次回作にご期待くださいみたいな感じですね。まあいろいろと思うところがありましたね。まあちなみにナイトライダーはね、2000万とか3000万で売れないですよ。いいとこ、まああれじゃないですか、1000万ぐらいじゃないですかね。まあそんな金額で売れないですね。あれ持ってるだけで邪魔なんですよ。いや吉谷さんのR34もそうでしょうけどね、R34良かったんじゃないですか。先見の明があるっていうか、600万ぐらいで買ったのがね、やっぱり4000万ぐらいになるでしょうからね。すごいと思いますよ。まあチェンジね。チェンジですね。変わっていくことね。まああれじゃないですかね。目的は手段になる、手段は目的になるってところですよね、きっとね。まあ、こうでなければならないっていうところを
超えてやっと変われるってことかもしれないですね。さすがですね、もうね、吉谷さんね、これはね、他の人にはできないですね、その決断は。すごいと思いますよ。それしか言葉が出ないですね、今回はね。すごい。いってらっしゃい。